あなたはフグを食べたことはありますか？現代でも毒があるとして気やすく食べられる魚ではありませんが、明治時代に飲食が禁止されていたフグを解禁したのが旧千円札の顔だった伊藤博文です。周りが止めるのも気にせず、下関の料亭でフグを口にしたところ、あまりのうまさに驚き、山口県に働きかけて解禁させたと言われています。今回は初代内閣総理大臣に就任して憲法を制定し、近代日本を形作った元老伊藤博文について紹介します。このチャンネルでは偉人の業績と知られざる素顔を発信していくことで、あなたの知識欲を満たします。動画の最後には山口県萩市や光市にある伊藤博文の関連施設を紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。下級武士として生まれ、尊王攘夷運動に明け暮れる青年時代、伊藤博文は1841年、現在の山口県光市で下級武士の子供として生まれました。小さい時から負けず嫌いであり、俺は武士だぞこらと腰に木の棒を刺して道をかっ歩していたとか。また知識欲旺盛で、紹介状を得ると吉田松陰主催の松下村塾に入塾することで、高杉晋作や桂小五郎、山形有朋など幕末の志士と知り合います。松陰は博文のことを、未熟だが性格は実直で僕は彼が好きだ、交渉役としてはなかなかのものになりそうだと評しています。後世の博文を見ると、立ち回りがうまいことは当たっています。さすが松陰先生。しかし、要人を殺せば世は良くなるみたいな急進的発言をしていた師匠の松陰は幕府により死刑となり、塾生たちもその志を継いで暴力行為に走ります。博文が関わった事件でいうと、まず長州藩要人の暗殺未遂を起こし、品川御殿山に建設中のイギリス公使館焼き討ちや、国学者花輪次郎の暗殺があります。どう見ても行動がテロリストのそれなんですが、博文自身も捕まった時に服用する毒薬を常に仕込んでいたとか。命かけてますよね。ただ彼は気狂いのごとく尊王攘夷の風潮に乗って外国を排斥していたわけではなく、藩の方針によりイギリスへ密航しています。22歳の若き青年は異国留学に胸を尽くしていたでしょうが、長州藩の異国船砲撃事件を知ると、これはやべえと半年で帰国しました。留学は切り上げになってしまいましたが、半年間の外国滞在により日常会話レベルの英語能力を習得します。これは外国人との交渉ができる男という財産になった点でかなり大きな出来事でした。またこの時期に博文は禁門の変で戦死する入江九一の妹スミを嫁に迎えています。結婚後1年半経ってやっと初めて会うのですが、博文はどうにも興味が湧かなかったようで数年で離婚。それからは命を狙われて逃亡している最中に出会った芸者の梅子と生涯を共にすることになります。新政府に食い込み順調な出世コースへ。幕府が倒れて新政府が発足すると、博文は外国通として外国事務係や初代の兵庫県知事に任命されます。28歳で県知事って世界観バグってませんという感じですが、明治初期は割とこんな感じですね。しかし野心家の彼は県知事で収まらず、廃藩置県を提唱するなど制度設計構想にも熱心であり、大蔵省有になると留学先のアメリカで財政について学びます。またこの頃、生涯の友となる井上馨の兄の子供雄吉を養子に迎えています。1871年、博文は岩倉使節団の一員として欧米に向かうのですが、戦場において以前の外国留学で取得していた英語を披露して得意満面だったそうです。しかし他の人からは若干うざがられていたみたいで、洋式トイレの作法を抗議した時は伊藤のクソ演説と言われるほどでした。空気を読まずに調子に乗ってしまったのでしょうか。残念。アメリカでは不平等条約改正の提案が思いのほか感触よく受け止められましたが、交渉するなら全権委任状が必要になるので、博文は大久保利通と委任状を取りに一時帰国します。しかし木戸孝允らは待ちぼうけを食らった上に、条約改正交渉は失敗に終わってしまいました。さすがに伊藤この野郎という空気におとなしくなる博文ですが、現地で積極的に学ぶ姿勢を続けることで外国の政治体制を吸収していきました。
帰国後の1873年32歳の時、国内にタルス政府が唱える政官論をぶっ飛ばすと、三義兼公部卿に就任して明治政府の中心人物になります。1877年の西南戦争の際にも大久保利通らと軍の動員計画を立てて、政府側として反乱の鎮圧に当たります。同時期に長州の先輩木戸孝允が病死することで事実上長州のナンバーワンになり、内務卿大久保利通暗殺後は後継に就任することで事実上政府のトップクラスに躍り出ました。まさに飛ぶ鳥落とす勢いです。1881年に官有物の払い下げに関して政府と藩閥商人が癒着しているぞ、政府許せん、早く国会開けと自由民権運動が盛り上がる、開拓使官有物払い下げ事件が起こります。そこで政府内では誰が情報を流したんやと犯人探しが始まると、大隈重信の陰謀説がささやかれ、彼を政府から追放します。ただ民権運動も放ってはおけないので、政府は1890年までの国会開設と憲法制定を公約とします。この一連の流れが世に言う明治14年の政変です。大隈陰謀説は今では否定されていますが、正直博文にとっては真実がどうというよりも、憲法制定に関して自分が主導するためには先輩大隈は邪魔だから消えてもらった側面が大きいようです。政治の世界は恐ろしきもの。そして憲法制定が喫緊の課題になったことで、博文は憲法調査のため欧州に留学することになりました。はじめに訪れたベルリンでの調査はしっくりこなかったものの、イーン大学のローレンツ・シュタイン教授から憲法や国家運営を学ぶと大いに自信をつけます。シュタイン教授の教えは、どんなに良い憲法でも政治がうまくいかなければ無意味というものでした。その考えをもとに、博文は王政組織改革として、複雑な権力構造を有していた打長官制を改めて内閣制を導入し、政治を支える優秀な官僚育成機関として帝国大学の創設実現に向けて動き出します。面白いのが、博文は帰国するや古臭い憲法論を唱えてるやつらバカじゃねくらいってマウントを取り始めます。自信家博文の最高臨です。日本最年少の内閣総理大臣誕生と、ついに大日本帝国憲法誕生。1885年12月22日、かねての構想通り成立した内閣制度において、伊藤博文は44歳で初代内閣総理大臣に就任します。伊藤首相は、宮中改革を進めるため宮内大臣も兼任し、宮中においても他の省と同じような合理的組織に改編します。さらに天皇新政を唱える宮中グループを抑え込み、あくまで行政が政治に責任を持つ立憲君主制を志しました。また有力者個人の好みではなく、法律や規則に基づく平等な私権制度による官僚組織化を進めます。これら国内改革が一段落すると、いよいよ憲法を作るべと部下とともに神奈川県夏島で集中的な検討を行うようになります。これが自身の宮内大臣兼任や井上馨外務大臣の条約改正交渉が批判を浴びる中、憲法構想を練っていたというから驚きです。働きすぎで死ぬんじゃねえかって感じですよね。1888年4月、総理大臣を辞職しすると、憲法や重要法令を審議する枢密院の議長に就任して、憲法制定に集中することになります。日本初の総理大臣の任期は2年5ヶ月でした。現代を生きる者の感覚からすると、安倍政権は例外としても平成の首相と比べて、まあ普通かなって感じですね。そして1889年2月11日、大日本帝国憲法が発布されます。博文は憲法について、日本は天皇が統治してきた国だから天皇が主権者であることを明記したよと話しており、やはり明治憲法は天皇主権かと思うかもしれないですが、彼は訓民教地を理想に憲法を作っていました。国の統治者は憲法で権力が制限されなきゃだし、国民の政治的意識を高めて国民による国民のための政治も実現しないとだよねとまで構想していたのです。今から150年前にこんなこと考えていたってすごくないですか。彼の生まれた時の身分が高くなかったことや、これまでの留学経験が反映された結果と言えそうです。ちなみに、
はじめに横浜の料亭で行われた憲法草案作りですが、草案が入ったカバンを盗まれる珍事が起こっています。幸い金だけ取られ草案は無事だったため、横須賀港夏島に場所を移して夏島草案は完成したのでした。金目当ての泥棒なら確かに憲法草案の価値なんてわからないでしょうが、広文たちはさぞ肝が冷えたでしょうね。明治政府の危機に対処するしかない。2回目の内閣総理大臣就任。1893年、選挙干渉の事後処理に失敗した松方正義内閣が崩壊すると、広文は52歳で2回目の組閣をします。勢いづく反政府の民権派を抑えて政府の連携を強化するため、多くの大臣経験者を起用する元勲総出内閣でありながら、政府を攻撃する政党にも気を使い、自由党幹部、保守党とつながりの深い陸奥宗光を外務大臣に起用しての出発でした。内閣は次の議会を明治政府末路の一線と位置づけ覚悟を固めますが、議会開会直前に人力車と馬車の衝突事故で広文は重傷を負ったため、内閣はトップ不在が続きます。井上馨を臨時首相代理とした政府は議会で軍拡か正規設限かで対立しますが、天皇の御事乗りをもって何とか和解。また陸奥外相のもと政府は平等条約改正を志すと、1894年イギリスに対する領事裁判権撤廃を成功させます。20年前に岩倉使節団が失敗した不平等条約改正を一部やり遂げたのです。1894年、朝鮮で東学党の乱が起こると、日本と清国は朝鮮に出兵し、両国睨み合いの末に新戦争が勃発します。開戦後、最高作戦指導機関としての大本営が広島に設置されると、広文は文官でありながら大本営会議に出席し、軍事方針に関わっていきました。これが昭和時代になると、文官は絶対に軍事に関わらせんとなるのですから、革命の感がすごいですね。戦闘は日本優位に進み、翌年には下関の不具料理や春藩楼において講和条約を締結します。ちなみに春藩楼さんは現在も下関で営業しています。さすがに格式があり、それなりのお値段なんですが、一度は行ってみたいですね。それはともかく、戦勝により日本は清国から賠償金や領土の割譲を得ました。かねてよりの心配事だった朝鮮の独立も認められ、万々歳。もっとも三国干渉により両頓半島は清国に返還させられ、日本国民が清商団というのは有名な話です。いつもは政府批判にかまびすしい政党も戦争時には協力してくれたので、見返りに自由党総理板垣退助を内務大臣に迎えます。この勢いで進歩党の大隈重信も引き入れて内閣強化すってと考えましたが失敗し、政府内で意見が割れたため総辞職を選びました。戦争指導に首相在任4年間ともなればさすがに疲れます。融和と統合による立憲国家建設のため、自ら政党党首へ。第二次松方内閣は信任決議案を上呈されたことで崩壊したので、広文は第三次伊藤内閣を成立させると、政党の協力を得て安定した政権運営を行おうとします。早速党首の板垣や大隈を閣僚に迎えようとしますが、交渉は失敗したため、結局伊藤慶官僚中心の内閣が成立。政党を味方にできなかった議会は終われとなり、政党側は軍備拡張を唱えながらも、増税なんて認められないわとひたすら伊藤内閣に反対します。それなら自ら政府寄りの政党を結成しようと試みますが、山形ら元老に反対され、あえなく断念。晩酌尽きた広文は総辞職を決断しました。当時の広文は疲れ果てており、あまりの顔色の悪さに松方からとにかく大急で休養するよう勧められるほどでした。政党の大暴れで苦労した広文は、そんなに言うなら自分たちで政権運営してみろよと大隈板垣連立内閣を成立させますが、予想以上に内閣は脆弱で、内部分裂により4ヶ月で崩壊。既存の政党がこのありさまなら自分が正しい政党政治を行うとの意気込みで、全国遊説に既存政党からの引き抜きと入念な根回しの上で立憲政友会を結成すると、広文は初代総裁に就任します。
この出来事は一般的に政党嫌いの山形有朋と違って政党を作った伊藤は賢いような程度の説明なんですが、実は深いんです。国民による立憲政治が必要だと考えていた彼は、それを実現する政党として立憲政友会を設立しています。つまり優秀な人材を広く集めるため、政党本部や支部をサロンのごとくゆるく人がつながれる空間にして、集めた人を国のために働けるよう総裁の下で一致団結して行動する組織を構想していました。政党っていうとぶっちゃけ政権獲得、党の利益のためにとい印象が強いかもしれませんが、広文の構想はもっと広い視野で政策実現のシンクタンクにすることを考えていたようです。そして政友会設立から2ヶ月後、早くも党員を主体とした第4次伊藤内閣が成立します。広文としてはまだ早すぎるって問わせる気持ちがありましたが、それもそのはず、政党内閣など準備不足で崩壊してしまえと考えた山形の意向にはめられた形でした。その思惑通り、まず閣僚人事で揉め事が起こり、政策の方針に関して閣内不一致が起きると、内閣はわずか7ヶ月で崩壊してしまいました。その後も政友会総裁を続けますが、あくまで人材育成や国政支援が政党の役割と考える広文と、政権取ってなんぼでしょと考える党員の溝は埋まりません。その上山形などは、政党なんて捨てて一緒に頑張ろうぜと枢密院議長のポストを用意します。結局明治天皇の意向もあり、枢密院議長に就任すると政友会は西園寺金持ちや原敬に引き継がれました。広文の思い描く立憲政治は昔からの同志にも理解されず終わってしまいますが、広文はまだ明治政府に必要な人材でした。日露戦争の覚悟。1904年には日露戦争が始まりますが、広文は軍備が整っていないとして当初開戦には消極的な考えを持っていました。そこで対ロシア強硬派は会合を開いて、この際伊藤をやってしまうほかはないと会見を挙げます。それを知った金子健太郎は驚き、急進派外交官の山座円次郎を広文に面会させて誤解を解くことにしました。面会当日、広文は山座に一喝します。貴様は伊藤が弱腰じゃから切ってしまわねばならないと言っている。そうだな、切れるものなら切ってみ。この伊藤の体が貴様のごと強書生に切られてたまるか。この勢いに山座は何も言えなくなり、強硬派は静まり返りました。広文は日露戦争勝利のためには国際的な支持が必要と考え、開戦後すぐに金子をアメリカに送ると、セオドア・ルーズベルト大統領と接触させます。その結果、アメリカの仲介で日露講和は成立し、日本は朝鮮に対する優越権などを得るのです。軍人の戦場での活躍の裏で、広文や金子のように日本勝利のために活動した幾人もの日本人が存在していました。広文は明治天皇に、いよいよとなったら私もロシアに切り込む所存ですと悲壮な覚悟を固めていましたが、実現しなくてよかったですね。軍部暴走を防ぐはずだった公式令。1907年に広文は公式令を制定しています。一般的には全く知られていませんが、かなり大事な詔勅です。昭和になると政府が立ち入れない統帥権を持ち出して軍が独走した話はご存知かと思いますが、こういった事態を避ける体制を整えようとしていたのです。公式令に関して特に重要なのが、全ての法律に内閣総理大臣の復書が必要という規定があることです。つまり首相が復書を拒むことで軍事についても介入することが可能になる大宰相主義が取られたのです。もしこれが実現すれば、現地軍が暴走しても内閣は何もできませんなんてことにはなりませんでした。しかし、これに危機感を覚えた陸軍のドン山形有朋は巻き返しを図り、軍令を制定することで軍事を政治から切り離したため、広文の構想は骨抜きにされてしまいます。山形自身は部下に、制度を悪用して軍が政治に関与してはならんと厳しく言っていましたが、彼が亡くなった後はその抑えが効かなくなってしまいました。初代韓国統監と朝鮮統治。1905年、日露戦争の勝利により韓国保護国化が国際的に認められると、広文は初代韓国統監に就任します。
日本の朝鮮支配に関して博文は比較的融和的な政策を考えていました。新渡戸稲造に朝鮮人だけで朝鮮はやっていけますかと問われた際に博文はこう答えています。君朝鮮人は偉いよ。朝鮮が日本より偉大だった時代もあるし、お互いに優劣はない。今朝鮮が問題なのは政府が悪いのだ。少なくとも意識の上で博文は韓国を完全に日本の下に置くことを考えていたわけではなかったということです。そして彼はその意識のもと、韓国の既存の価値観や文化を尊重しながら人々の教育や文明化を進めようとしていきます。しかし博文は皇帝構想に対して統括まがいの協約締結を求め、すぐに決められないと回答を得るや、皇帝先生の国ではないかと締結を進める厳しさも持っていました。数度にわたる日韓協約締結により韓国の日本保護国家が進むにつれて、韓国民衆のナショナリズムは高まり、抗日運動が止むことはありません。さすがの博文も手詰まり感を覚えると、今まで反対していた韓国併合に賛成し、韓国統監を辞任します。自分の描いた韓国統治がうまくいかない博文は少なからず失望したでしょうが、その後の韓国を見ることは叶いませんでした。ちなみに博文と梅子の仲は生涯にわたって良好であり、韓国統監在任中はお互い頻繁に手紙のやり取りをしていました。博文は韓国からスミレを送るという洒落たことをしています。また現代人で尊敬する人はと問われた際は、天使様じゃと即座に答え、進化ではとの質問にはおかかくらいのもんじゃと答えたそうです。どれだけ梅子夫人を信頼していたかよくわかるエピソードです。ついに最後の時、1909年10月26日、朝鮮半島をめぐりロシアと交渉するため、博文はハルビンに向かいました。現場に到着しロシア守備兵を閲兵していた博文のもとに、突如一人の男が3発の銃弾を発砲しました。犯人は抗日運動家のアン・ジュコン。博文は自分を撃った犯人が朝鮮人だと知ると、バカな奴だとつぶやき30分後に亡くなりました。去年68、彼の死を聞いた梅子は動じることなく、覚悟をしていましたから驚きも悲しみもありませんと涙もこぼさずテキパキ訪問客に対応しました。さすがは伊藤校の夫人であると、その態度は当時から評価されたとか。翌月遺体になって帰国した博文は、盛大な国葬が営まれた後、品川区の墓所に葬られました。現在は梅子夫人と共に同時で眠っています。本日のまとめ。時代が時代なら下級武士として名を残さずに賞を終えたであろう伊藤博文は、巡る時代の波をうまくかき分けて日本初の内閣総理大臣に就任しました。さらに自ら欧州に出かけて近代的国家観を身につけ、憲法を制定すると枢密院議長として天皇を補佐しながらも、政党の必要性を感じ取り立憲政友会を創設しました。日露戦争後に韓国に対する優越権を獲得すると、初代韓国統監として韓国統治にあたります。韓国は徐々に国の権利を日本から制限されたため、最後は諸悪の根源として抗日韓国人によって暗殺されてしまいました。しかし博文は急進的な韓国併合には消極的であり、内政外交権の制限を課している以上、併合までは不要と考えていたのです。政府が併合を決定した後も、日本人が統治しながらも韓国人自身による政府や議会の設置と一定の自治権を付与する考えを持っていました。そのため、諸悪の根源どころか博文が生きていれば、融和的な韓国統治が実現した可能性さえあり、日韓双方にとって歴史が変わる大きな転換点でした。この動画を見たあなたは伊藤博文をどのように評価しますか？ぜひコメント欄で教えてください。特典パート。今回は伊藤博文の故郷山口県を中心に紹介します。まずは萩市にある伊藤博文別邸。博文が晩年品川区に建てた建物を移築しています。家3軒くっつけちゃったのかなというほど広い屋敷内で、風のせせらぎを感じながら一休みできます。隣には伊藤家旧宅と彼の銅像が立っています。住宅規模の落差が激しすぎますね。次に光市にある伊藤校記念公園です。博文の生誕地を公園として整備しており、園内には資料館や生花などがあります。
資料館内では広文の大礼服や使用していた家具の展示をご覧いただけます。旧千円札の顔体験コーナーが外にあったので顔を入れてみましたが、撮影してくれる人がいないことに気づいて虚しくなりました。萩市は全体が観光地のようなものなので他の施設を回るのも楽しいですね。記念公園は木から4キロほどありますが、バスの数が少ないので要注意です。ちなみに私は往復8キロ歩きました。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。